あなたにだってお相撲さんのやつやるのやめてくれっしょ。なんですぐ入れたがるんですか。ちょっと待って説明途中だから進めさせて。この度は大変申し訳ございませんでした。沼テレ、君のハートにダイレクトマーケティング。さあ今週もやってまいりました沼テレ。進行は見ているだけで季節感がバカになるとお褒めいただいております司会進行役の五十嵐正史です。よろしくお願いします。さあそして今回も一緒にお送りするのが沼編集部の結城真博、佐伯圭介を役るこちらの二方です。よろしくお願いします。正史さんと一緒にいると夏なんじゃないかって思います結城真博役五十嵐匠です。よろしくお願いします。まさに常夏、ありがとうございます。いつもありがとうございます。何にありがとうなんだよ。元気いただいてます。ありがとうございます。常夏、ありがとうございます。佐伯圭介役木島隆一です。よろしくお願いいたします。さあなんと今回この回でですね、10回目を迎えました。ありがとうございます。聞こえてるな。ニッタビ役やってますね。豊がちゃんとね外野にいますからね。今回は声のみの出演です。よろしくお願いします。さあどうですか、過去を振り返ってみて印象に残ってる回とかありますか？いやもうググレ人でしょ。それ以外の印象逆にない。もっとありますよ。僕だからもうブリスケとかブリスケケイスケ、そんなちょっと思い出せないな。なんかね、何これ、何これ、もう一組の黒で乗ってるのだって思い出せない。困ってるね。参加型だよ。あ、さ、僕もこれをするんでしたね。で、記事がさ、なんか最近こう僕のキャラに近づいてきてくれてるから、匠がなんかこう近づいてない。全力で来て。近づいてはないです。先輩近づいてはないです。もし近づいてるんだったら僕も近づこうと思ったんですけど、木島さんが近づいてないんだったら僕も近づきはしないです。それはどういうベクトルから話せばいいのかな。スタンスがちょっとなんか難しいですね。だから。難しいんですよ。僕は本当心の中では僕も「常夏」ってやりたいんですよ。やりたいんですけど、やりたい。練習してみよう。常夏ってじゃん。匠。いきますよ。3、2、1。皆さん今は常夏。じゃあとりあえずおまけで記事見て。おまけって何なんですか。3、2、1。常夏。面白い？それ知らないです。いやわかんない。それはじゃあ今回の始まりで常夏でよろしくお願いします。やろう。じゃあさあそれでよろしく始まるよってことで3、2、1。常夏。今回もこんな感じでスタートです。イケメン編集部の日常コメディ。毎日が沼。第11沼、俺たち VTuber？ 俺たちも VTuber デビューだな。すみません、 VTuber とはバーチャル YouTuber のことで、 YouTuber が架空のキャラクターになったバージョンって感じだな。まあ俺も詳しくは知らねえ。はあ、そもそも YouTuber とは？ああ、二階堂はそういうの知らねえか。 YouTube に自分で作った動画を配信して食ってるやつらだよ。YouTube とは。そこからヌーマン。今時 YouTube を知らないって何？逆に怖いんだけど。メガネってさ、本当はおじいちゃんなんじゃないの？例の薬で見た目だけ若返った的なさ。見た目は青年、頭脳はじいさんってか。私はご老人ではありません。おっと、なんだよ、そんな怒るな。私はまだ26歳の若輩者で、人生の艱難辛苦を経て知恵や技術を得得なさった美節と比較されるのもおこがましい。亀の甲より年の甲。アフリカでは一人の高齢者が亡くなると一つの図書館が失われるという利権があるそうで。またこの流れかよ。うるさいから切るな。沼テレ日ランキング。ナイス。さあ前々回からお送りしましたこちらの企画でございますけれども、はい、なかなかに尖った企画でございまして、いろんな各所からですね「何あれ?」っていうようなね声が聞こえてくるような大丈夫なのか大丈夫かっていうね、そういうのありましたけども、まあまあまあやっていけばね、やっていけば浸透しますから、浸透する、絶対それをね、目指して不安にならずにやり続ける、やり続けていきましょう。さあこちらのボックスで見ていきたいと思います。こちらのボックスをご覧ください。はい、こちらのボックス紹介していきます。まず一つ目、シチュエーションボックスね、どんな状況、そしてどうしたいボックス、その状況下でその人物がどうしたいのかの紙が入っています。そして3つ目の特徴ボックス、その人物の特徴が書かれた紙が入っております。さあこの3つのボックスから出てきたものを全てひっくるめて、ね、ちょっと説明してるこっち説明してください。入れちゃったカエル君ね、本当にカエルでさ、本当にカエルちゃった、帰っちゃったね、穴に帰ったね、あんなにだってお相撲さんのやつやるのやめてくれっしょ。なんですぐ入れたがるんですか。ちょっと待って、説明途中だから説明させて。本当に。で、この3つのボックスができたものをひっくるめて、それに沿ったアニメ、ゲームのキャラクターを各自ベスト5で発表していただきます。で、そこからみんなで話し合って沼テレ日ランキングを完成させるという流れです。聞いてた？聞いてました。聞いてた。ランキングを作る。やるよちゃんと今からね、もうサクサクといきますね。ちなみに前回のランキングがこちらでございます。こんな感じ。じゃーん。猛獣が見えるかな。そうです。猛獣が潜む無人島で一緒に自撮りしたい憧れのキャラっていう。そう、この状況下の中で、この設定をもとに、この設定をもとに、おのおのが考えたキャラクターを話し合った結果。ベスト5がクリリン、ベスト4がウルトラマン、ベスト3が17号、ベスト2がジラヤ、そして栄える1位がフリーザ様ということで、ジャンプコミックが強いですね。ね、そうですね、やっぱジャンプ。でもこういう状況下だとね、そうなってくるね。強いキャラクターに。強いキャラクター。そう、やっぱりね、この設定がこうだからっていうなってこの状況のもとに絞り出されてるからってことがね、なるほど、前提ですから。はい、はい、じゃあ早速。おお、びっくりした。扱い怖っ、怖っ、扱い怖っ、いい効果を。マサイさんに対して。ヌーマンってちゃんと貼ってるけどボロいんだよ。いや、なにこっちはさレインボーですよ、ちゃんと入ってんだよこれ。見えるこれ本当。なんでマサイさんに対しての扱いがすごいですね。マサイさんに対しての。当たり具合がいや今ナイスプレー面白かったな。さあ僕もだからね、雑に入らせていただきます。じゃあちょっと、じゃあもうボックス一人ずつ引いていこうか。じゃあ僕真ん中引きますね。じゃあまあ近いところから引きます。あ、それでいく。じゃあ最初マサイさんがそれでいくか。じゃあまずどんな状況、じゃどんな状況、ここで結構大事なんですよ本当に。暑さでフラフラの状態で、そういう状態ですね、もう暑いで、その状況で暑い、めまいがしてきた、めまいがしてきた、兄弟になりたい、何を言ってるんだ、フラフラの状態で兄弟になりたい思ったんだろうね。そのキャラの特徴は、フラフラになってる時に、こんな時にいてくれたら、なんだよ、僕っ子キャラ。ふざけんなよ。そんなやついる？そんなのいる？いない。もうちょっと整理してください。この暑さのフラフラの状況の中で兄弟になりたい僕。キャラってこれはなんかもう僕発言ですよね。僕はこう思うよとか。でも女の僕の娘って書いてある。娘、そうか、さらに女の子、キャラクターは女の子で、女の子が僕っていう一人称ですか。これ5人思い浮かびますか。ちょっと難しいなこれ。難しいです。楽しいですけど、ちょっとじゃあとりあえず絞り出そう。僕っ子キャラを調べるところから始める。そうなんですよ、俺僕っ子キャラ知ってる。僕っ子キャラは僕も、いや僕も多分その作品でそういえばあの子僕っ子キャラだなってのは、あの人僕っ子キャラだったなって思うんですけど、具体的にその名前だったりとかもう5人浮かぶかどうかっていう。難しいね。これ何回もでも弾いていいんだったらもう一回弾きたいな。ここだけ弾きたいよね。用意スタート。だって女の子なんでしょ。そうだから女の子キャラ俺知る。僕そうよ。じゃあ女性あ今そっからね。いやもう僕あれ僕くんとかしか出てこないんですよ。僕くんって僕の夏休みのあの子僕わかんない。女の子じゃないけど僕って言ってきたキャラクターあっさんの中で僕はこれオリジナルのキャラクターダメなんですもんね。だってないんですか。俺も1位から5位マジで1位から5位オリジナルキャラクターになっちゃうんですけど。そうなんだよ。俺近所のおばさんとか出そうかと思ったんだよね。そのランキングこれネットの力を借りちゃいけないんですか。俺も一応思った。ネットの力借りよう。なんで携帯すんなり出せんですか。僕も携帯欲しい。あれときめもにいなかった。俺さ中学校の時にクラスで流行ったんだよときめきメモリアル。全然ときめきメモリアル感ないですね。こんなこと言って本当失礼ですけどメモリアル感もないしときめき感もないですね。ときめもがなんで流行ったかっていうとあれ自分を鍛えたからこそ出会えるんだよ女の子に。あそういうゲームなんですね。そうで自分を鍛えなかったら出会えない。例えば科学勉強しましたら科学。合ってますか。合ってるときめも俺やり込んだもん。あれ裏技使うと最初から芸術全部だから絶対使いたくないよ。使ったけどね。使ったの。この度は大変申し訳ございませんでした。お前らも謝れよ。すいませんでした。真剣に謝れよ。すいませんでした。もう正義感じられないじゃないか。打ち合わせと違うだろそれ。だって僕キャラはいということでですね我々ちょっとこのねこの特徴だけもう一回引き直させていただけないでしょうかね。皆さんすいません。ちょっとお願いします。本当に申し訳ありませんでした。日ランキングなのに本当にすいません。皆さん書いたんですけどなかなか進まないのでちょっとじゃあ特徴ね記事もう一回よろしいですか。時間が止まれ巻き戻れってねやってるから多分カメラさんがちゃんといいところで編集してくれるからすいません本当にすいません。さあじゃあ向こうでね暑さのフラフラの状態で兄弟になりたいマッチョなキャラ。あーこれですよ。来たんじゃないですか。ナイスやったよ。これならいけるな。いきます。いける。行ってみよう。よし。時間を取りましょう。じゃあ3分でいこう。せーのスタート。マッチョになりたいキャラ。マッチョになりたいキャラ。整理して。朝のフラフラの状態で兄弟になりたいマッチョなね。いいじゃん。いい。これすごいいいよ。マッチョになりたいわけじゃないね。それは違う。フラフラでね助けてもらえる感じなのかな。フラフラだからね。大丈夫か言ってほしいです。大丈夫か。なるほどね。あこれ面白いな。あそうなってくるとさだよ。本当世代が出ますよねこれね。これじゃあ俺昭和世代いっぱい出すじゃん。さあそういうことでねじゃあ誰からいきます？じゃんけんから最初グーじゃんけんぽい。最初グーじゃんけんぽい。はいこれでしょ。もう早く終わらせたい。僕の日ランキングはこちらです。じゃん。あ順番違った。順番これなし。ああなるほど。とりあえず後で考えます。筋肉マンスト2に出てくるストリートファイター2のね剣がいいね。それで明日のジョーそれからヤオロズモモさんね。ヒロアカの味吉陽一これはミスター味っ子っていうルネサンス僕のこのテーマっていうね世代。はいじゃあちょっと一個一個解説していきましょう。あ、ランキング、これで解説しながらランキング、まず5位はこれの人ですみたいな。まあ5位はね、そうだな、なんか本当世代ですね、筋肉マンとかね、やっぱりそう、やっぱ筋肉マンのユーモアがやっぱ絶対あるじゃん。そうですね、やっぱこういう暑さの状況で、そうですよ、兄弟はある人もやっぱこういう状況でそういうなんかユーモアさっていうの大事なんだなと思うから、筋肉マンいいなと思って。ケンさんはやっぱね、風が爽やかに吹いてる。あ、卒のケンさんわかるかな。まあ、昇竜拳の。そうそうそう。金髪のね。金髪。うん。なんかそういうイメージがあったから、もうすぐ卒のケンさん。明日のジョーはね、好きだから。このフラフラの状態の中でも一緒にこうトレーニングする。だってフラフラの状況いつも鍛えてんじゃん。そうですね。ストイックだから多分フラフラにはならない。絶対ね、助けてはくれないと思うんで、まあ優しさはあるけど、そう、そこら辺を踏まえてね、ああ一緒に走ってみたいなって自分も高まるから、そうなるんですね。で、八百万さんはヒーローアカデミア、僕のヒーローアカデミアの中で学級委員長のあ、この人が学級委員長だ。女の子、いろんなもの、体の物質からものをこう作り出すことができるんですよ。この方はやっぱり学級委員長、隣にねしっかりした人が「頑張ってください」、あ、そんな言い方うつのかな、妄想しながらはずと、あ、爽やかだなと思って、ももさんのね、そういう方がいた。味吉陽一、なぜここで筋肉なのか思うでしょう。やはり料理人は筋肉が必要なんですよ。なるほど。実は立ちシューとかあれだけの大技作りながらね、パクパクパスブワーでしょ、必要なんですよ。いや、多分ね、ちゃんとクローズアップしたら腕とか筋肉すごいと思う。確かに筋肉ないととんかつも二度揚げできないですよね、世界第一は。そうそう、それでやっぱありますんで、陽一に何か作らせておいて爽やかなね料理作ってもらいながら一緒に走りたいですよね。なるほど。やっぱそういう感じです。そういう感じですか。ランキングはあえてつけません。え、ランキングつける。ランキングつける。企画じゃないですか。ランキングはまあいいか。後でまとめてやりますから。そこからじゃあ僕のいきますね。はい。じゃじゃん、僕のニッチランキングこれです。1位はベルセルクのガッツ。ベルセルクのガッツいいっすよね。いいっすよね。めっちゃいい。なんかすごい涼しいこと言ってくれる。そうそう。なんかなんか音が乱れてる的なことなんかちょっと言いそうな、なんかね、なんか準備、もう準備世代だな。俺も思ったんだよ。いいっすよね。思ったよね。そう、スピンバルキー風を起こしてもらいたいんだよね。スピンバルキー好きだね。世代です、これは世代です。もうね、ゾッとゾッとはね、これベルセルクのもうっていうか、この暑さでフラフラの状態なんで背中に乗せてもらって、ちょっとちゃんとしたとこ行きたい。なるほどね。ちゃんとしたとこ行きたい。いいと思います。で、まあご飯はね、僕幼少期一番憧れたなんていうか、この男の子のアニメのキャラクターなんですけど、かっこいいご飯みたいな、なんかこう純粋で、そうそう、かっこいい男の子になりたいという純粋な憧れ。トグロどうなぜそのチョイス。もうトグロに関しましてはですね、なんかこのぐらいの時の肩からすごい出るんですよ。あれはあれ吸うのか、あれは吸うのか。誘発なんだっけ。誘発のそうですね。なんかそう、肩がモコってなってこう容器をこう吸う感じで多分出してくれる。風も一緒にいて大丈夫？ね、まあ兄弟、そうだ、一番大事な兄弟になることなんで。ああ、いい、すごくいい。なるほどね。で、なんか困ったら、なんかちょっとこうフラフラなんで、こう師団でこうヤシの実とか落としてもらって、なんで無人島設定なのかよくわかんないですけど、なんかこういいとこ、ああみたいな、ありがとうみたいな感じです。生地今日感じです。持ってるよ。いやいや、そんなプレッシャーのかけ方あります。それで匠を発表してみよう。わかりました。じゃあ僕のニッチランキングはこちらでございます。でね。本当世代によるよね。まず5位にですね、エンジェルビーツの高松っていうキャラクターがいるんですけども、このまあ学生なんですけど、彼はそのムラセするタイプですってすぐ脱ぐんですよ。つまり実は意外と筋肉ありますよって言って常にこう隣で脱いでくるっていう。なるほど。なんで暑さでフラフラの状態の中では、まあ別にっていう。なるほどね。何もしてくれないんですよ。ずっと筋肉を見せてくるっていう。だけなので彼は暑苦しくない？そう、だから暑苦しいっていうところで5位になりました。なるほどなるほど。好きなんですよ、好きなんですけど暑苦しいんで、僕が暑さでフラフラの状態の中で暑いことされてもなっていうことで5位になりました。そして4位はフェアリーテイルのエルザ。なるほどね。これはもう女性を入れるってなった時に調べたらもうそういたと思って。めっちゃお腹マッチョで、しかも強いし可愛い、乙女さもあるっていう。でそれでお姉さん気質なんで、もう僕はもうついていきたいっていう。だから姉ちゃんとしてついていきたいです。それいいね。兄弟の設定。それで来ました。で3位にドラゴンボールのブロリ。大丈夫か？いやだからちょっと言葉通じないかもしんないんですけど、言っても「カカロット」ってずっと言ってるかもしんないんですけど、でもブロリーだったらこの状況をすぐ回避してくれる。なるほど。すぐどっか北極まで多分連れてくるんですよ。なるほどね。僕が暑いって言ったらピョンって飛んでって北極まで、効果もいいねってなるぐらいまでの必死さなんかやってくれるんじゃないか。あと僕が多分カカロットあっちいるなっつったら多分連れてってくれるんですよ。それさ誘導で。なるほどね。それ兄弟なの？兄弟です。兄弟になった後にその後僕はどうなるかわかんないですけど、やっぱ嘘ついたらやっぱそれなりのお尻ペンペンみたいなのがあるわけじゃないですか。それがブロリーからどういうふうに攻撃されるかわかんないですけど、なので3位です。ちょっと怖いんで3位です。ただ助けてくれるのはこの高松はもう筋肉見せてくるだけなんで、でエルザはもう強いんですけど、やっぱ女の子なんで、やっぱ僕はそこまでこうフラフラの勝負で。2位はこれフェイトのアーチャー。アーチャーエミヤっていうその英雄なわけですよ。彼は英雄で、しかも人を助けたいっていう思いがすごい強いんで、そうなんです、助けてくれるかなと。あともう戦いになるかわかんないですけど、弓使い衛兵なんで、もう遠くからの敵もやっつけてくれるし、すごい状況がすごいね。朝のフラフラの状態はもうそういう状況と思ってるね。そうです。もうどういう状況なのかわかんないんで、有事の際もそうです。もしかしたら監禁されてるかもしれないですからね。オーブントースターみたいなところに入れられてこうやって焼かれてる状態かもしれないですけど、すごいアニメの世界観だねそれね。なんでこのあーちゃんに助けてもらいたいと。そして1位はもう兄貴と言ったらもうエースですよ。間違いないね。はい、そうだよね。弟のためにはもうかっこよすぎません？そう、本当にそう。暑いんですけど、その暑さをこう熱くさせないというか、こう僕の暑さを吹き飛ばすぐらいの暑さを持ってるんで、そうだね。暑さを暑さで消すの。消すんですよ。暑さを暑さで消すんですよ。なるほどね。危険っつっても消してくれるんですよ。してくれるね。はい。なんで僕の1位はエースになりましたね。はい、ありがとうございます。さあ、この中で我々じゃあランキング作らなきゃいけないですよ。なるほど。うん。この中から15の中から作らなきゃいけないと。どうしよう。じゃあまず5位設定しよう。まず5位。これね、俺ドンピシャなの好きなやついっぱいある。いいですよね。チュンリーはどっかに入れてほしいですね僕は。でもそうですよね。だってだから俺チュンリーとヨルズさんはねすごい被るとこがあったから。でも確かにスピンバードキックはね涼しいよね。そうですよ。あとセクシーですしね。そう、あーってなりました。あーいいね。あ、やっぱチュンリー入れよう。じゃあ5位チュンリー。違うよ、チュンリーはそんな低くない。1位2位3位4位5位だったらもう2位ぐらいまでいっちゃいます。そうだね。2位か3位ぐらいじゃん。そうだね。この間ね。一応仮で入れるよ。春って書いておいてください。そうだね。春って仮で。春って書いておいて。だからトグロ弟はあれですよ。トグロ弟はお兄ちゃんが片方に乗ってるんで。片方にお兄ちゃんもついてくるんですか。そうです。兄弟になる設定だ。じゃあ3兄弟になる。そうそうそう。トグロ3兄弟だから。トグロ3兄弟。それは3兄弟。一人に食われるよって特典つけたのね。そう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 。もう片方の肩空いてるよってことですよね。ドグロのここ空いてるよっていうなんかこういう。ちょっと自分の俺でも兄弟愛のここは譲れないです。エースは譲れない。エースもいいですね。エース兄弟っていうこの設定でやっぱなりたいと思う。あとエースよく砂漠のところを歩ってたよく出会ってたんで、作品でも最初の方にエースとこう会ったりとかした時が砂漠のところで。大丈夫かお前。なんかどちらかと大丈夫か。じゃあエースじゃあエース一応この1位になりたい。あまり何言ってるかわからない。エースも入れてください。次はガッツ入れたいな。ガッツいいっすよね。ガッツ入れたい。なんかこうガッツ4位ぐらいにも4位か3位にも入れたい。ガッツ多分いると自然と涼しくなると思う。なるよね。はい。すごい。周りに冷気が集まってくるんで。じゃあちょっとガッツここに入れよう。はいはいはい。自然と涼しくなると思います。どうしようかね。あとね。あと。でも筋肉マンは絶対いいですよ。いたら面白いよね。面白いですね。だってパンイチだね。いやそれ以上脱げないですね。あとマッチョですからね。筋肉マンはもうみんな筋肉マンってやっぱマッチョを想像するし、マッチョって筋肉マンを想像する。一番わかりやすいパターンだよね。うん、なるほど。筋肉マン1位ぐらいでもいい気がしますけどね。本当？うん。だって多分。暑さでフラフラの状態の中で多分技かけてきますよ、こうやって。なるほどね。じゃあっつってエースここが欲しいです。あ、エースと中に逆じゃないですか。だからどっちが上？エースじゃないですか、やっぱり。そうなるよね。いいですか？うん、そうなるよね。まあそうだね。ファンの皆様申し訳ありません。我々の独断と偏見で進めさせていただいております。個人のあれなんですけど、5位5位は陽一。そうなってくると味を入れたくなる。味をか、味をか。いやいやいや、ちょっとやめましたやめました。そうか。全然ピンとこないもんね。そうなんですよ。全然ピンとこない。あ、そうだごめんなさい。いや全然。もう今聞いてた分には、あもう入るんだろうなって。だってフライパンとか超重いっすからね。2人前の料理作ろうと思ったら、もう腕パンパンなわけですよ。すっごいんだよ。あのね、双子の兄弟が出てくるシーン。そいつら中華のやつなんだけどね。もうすっごい調理器具をバン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 やる。筋力ないとできないですね。本当にすごい。味吉陽一ではないですね。陽一ではない。陽一ではないけどね。さあ第5位。料理作ってくれるかもしれないですね。そうだね。ピンチでね。フラフラの状態で。あ。熱中症。俺だからそう。俺そういうのもあったんだよ。グルメって絶対要因として必要かなと思って。我々が考えたリッチランキングはこちらです。じゃん。第5位味王。味王の王の字なんか違う気がする。違うか。多分あの上のなんかもうちょっと高貴なやつだったりする気がします。まあまあまあ。綺麗にします。春。第4位春里。第3位ガッツ。第2位エース、そして栄えある1位は筋肉マンでした。この3人でね話し合った結果、いやこれはきつかったね。フラフラの状態で兄弟になりたい、兄弟になりたい、マッチョのキャラということでした。ありがとうございます。これがランキングとなりました。でも本当に友達とみんなでこうやって言い合いながらね、このキャラクターのこういうところがいいんだっていうのを話し合いながらぜひやっていただいて、あともしこの状況、この暑さでフラフラの状態で兄弟になりたいマッチョなキャラでこういうのが私はこう思うって言ったら言っていただいて、そしたら我々見るのでね、ぜひ言ってください。この参加型でいろいろランキングしていきたいと思いますからね。ぜひ下克上よろしくお願いします。よろしくお願いします。これからも一緒に1ランキング盛り上げていきましょう。1ランキングのコーナーでした。あれね、どこ行っちゃったのかしら。ん？何探してんだ？あれよあれ、昨日まではここに置いといたのに。ああ、あれ？あれならさっき春が持って行ったけど、取材で使いたいから貸してくださいって。あれならあれで代用できるし渡しといた。あ、そうだったの。まああれの方で事足りるし、春くんにはあれを使わせた方が心配ないわね。だろ？ああ、そういやあれって来週で決定だったっけ？ああ、あれね、なんか調整が必要らしくてまだまだ時間かかりそうよ。うーん、やっぱり原因ってあれ？それが逆なの。先方がすっごく乗り気であれもこれも追加しようって、それで時間かかってるみたいよ。へえ、それは楽しみだな。何その熟年夫婦並みの息ぴったりな会話。はあ？誰がこんなの？ほら、ツッコミまで息ぴったり。さあ、ここで番組よりお知らせです。ヌーマン編集部オフィシャルグッズ好評発売中。9月8日のイベントで発売したグッズがなでまで通信販売中でございます。缶バッジ、アクリルキーホルダーの2種類、トレーディング形式などでどのキャラクターが当たるかはお楽しみです。さらに対象商品を10個以上購入すると数量限定でオリジナルパンフレットをプレゼント。ヌーマン編集部グッズで検索してくださいね。さあ、2つ目がこちらです。 LINE アットでミュージックビデオ先行公開。ヌーマン編集部テーマソングスペシャルエディションのミュージックビデオをヌーマン編集部公式 LINE アットで先行公開中でございます。はい、さあ、登録方法はこちらでございます。 id@numan_EDD @numan_EDD で検索、または、ご覧の通り、QR コードで登録いただきまして、キーワードテーマソングで話しかけてください。